まあ、このイルバトフ素晴らしく経験のあるレフリーなんで、このレフリーをこの2に持ってきてたということはですね、やっぱりこの1番がいかに重要だったかということを証明していると思いますね。そうですね。 AFC アジアカップカタール2011、日本対サウジアラビア、今前半が始まりました。日本の立ち上がり1分経過、まず最初のフリーキックはサウジアラビアです。どうしますか。距離はまだ40メートルあります。センターバックの長身のハウサビーとオサマハルビーの2人がいた、外だ、早いリスタートでした。そこにヤセルカフタニが入ってきました、はい、山本さん、これまだ日本が準備している前でした。集中する前、構える前に行かれましたね、はい、このあたりが、まあ、サウジの経験というところでしょうね、サウジアラビアの選手たちはジョハルさんに勝って、はい、やはり自分たちの国の誇りをかけても中途半端な試合はできないわけですよね。そういう体制を整えたというところじゃないでしょうか、はい、岡崎中で前田シュートが来た、ちょうどペナルティーアークの上からのシュートでした。遠藤がいます、はい、遠藤と長谷部がいて、中盤の前に怪我人が出たということで、遠藤長谷部のどちらかを前に上げるという選択もあったんですが、ザッケローニ監督は昨日の記者会見でシステムを作っている最中にあまりいじりたくなーっと、岡崎が抜けるオフサイドはない、浮かす、そのままゴールか、日本先制点、オフサイドなし、日本先制点、前半の8分、岡崎でした。抜けていきました岡崎、まあ岡崎らしい、はい、素晴らしいゴールじゃないですか。最後のところ落ち着いてましたね。サウジアラビアがディフェンスのラインを上げてきました、はい、その裏をラインを突破しました。幸先よく日本先制点、完全にキーパーの出鼻を浮かせました。落ち着いていた岡崎、遠藤から、はい、ワンタッチで出てきましたよね、この辺りの遠藤の広い視野、はい、そしてタイミング測るうまさ、はい、そしてこの岡崎 このスピードになった時の技術ですよね、はい、素晴らしいと思います。さあ日本が前半の8分で1対0とリード、引き分け以上でベスト8進出が決まる日本です。カフターにはアジアでは有数のストライカーでもあります、まあ、ハザージは22歳ですし、今後、まあ、これから長い間戦っていく相手ですからね、きちっと抑えておいてほしいという気持ちはありますね。そうですね、1対0日本がリード、前半8分岡崎のゴール、左サイドへ展開、香川はまだそれほど中には今日は入ってきていない状況、今入ってきて丁寧に上げる前田の裏田、岡崎2点目、13分2対0、丁寧ないいボールでした。岡崎今日2得点、やっぱりこの人は得点感覚、ポジション取り、タイミング、はいはい、ディフェンスラインの背後へ行ったプレーというのは本当抜群ですね。そうですね、はい、これ前田が引っ張ったんですよね、はい、それちょっとボールウォッチャーになったところ、やはり隙を見逃さないこう岡崎のこの集中力、さすがですね。2対0になりました。日本のリードが2点、なかなか出番がない中でこの立ち上がり、はい、こうゲームのフィーリング感覚ってのを取り戻すの難しかったと思うんですけど、まあ、この2点で乗ってけそうですね。立ち上がり15分経たないうちに日本2対0とリード、まずゲームの流れを大きく自分たちの前に戦えるかどうかということになってきます。じゃあここから先は本当に、まあ、サウジアラビアのメンタリティをどれだけこう、はい、使わせてですね、日本が楽にゲームを終わらせるかというところだと思うんですけどね、まあ、そういう意味で次の1点というのは重要になってきますね。中盤のディフェンシブな選手も上がってくる、内田、中を見て岡崎が縦、香川だ、細かいところ、また岡崎か、岡崎のシュート、いやファウルになった、ファウルになりました。アシスタントレフリーがレフリーにファウルがあった、中盤の3人、もしくは前田にどう入っていくのかというところじゃないでしょうか。日本のザッケローニ監督の話を総合しますと、やはりこの相手のゴールに近いところで中盤の選手がどれだけいい形でボールを持てるかということを考えていますが、前田この大会初ゴール、3対0、前半の19分、
3対0になりました。前田はチャンスがありながら決めきれなかった2戦を受けて3試合連続の先発で答えを一つ出してきました。ここワンタッチできましたからね、中つけなかった。この長友の走力とクロス、そして前田のこのタイミング、彼の一番の持ち味ですよね、ディフェンスラインの前でワンタッチで合わせる力。これ頭でもそうですし足でも合わせられる、このあたりが前田のうまさだと思いますけど、まあ、この人が点を取ったってのは大きいですね。まあ、あとは柏木がどのぐらいこの後自分の持ち味下がってます、はい、これはいいと思うんですよね。柏木の持ち味でもありますから、下がって遠藤と入れ替えるとか、逆に長谷部が出ていくとか、そういうコミュニケーション上げてほしいですね。香川前にスペースがあってシュートのフェイクが入る。お、なんか、ね、折り返してきた、浮かせる。シュートのタイミングがあった、バックにつけない、いわゆるボールウォッチャーのような形になってしまいました。こういう崩しが続けば、はい、あの得点の可能性というのは高まっていくと思いますんで、まあ、今日のこのゲームはやはり西アジアで、まあ、イランとともに双璧ですよね、このサウジアラビアが、まあ、こういう時にきちんと叩き切っておくということはすごく重要だと思いますね。そうですね、日本とやるのが怖いというぐらいの戦いを見せてほしいと思いますね。香川、中へ長谷部、速いボールが柏木、外を見る、長友が来ている、中2人、岡崎、フリーになった。いや、素晴らしいアイデア、ちょっと力が入ってしまった、はい、長谷部いい形でした、まあ、守備的な中盤の、はいはい、長谷部がここに、岡崎もよく見てたんですよ、素晴らしいボールだったと思います。今ディフェンスラインは完全にボールを見て、はい、マークにつけない、いわゆるボールウォッチャーの6番のアフメド・アテーフ、17番はジャーセム、右につなぎます。もう一度ジャーセムへ、前の動きはどうか、ミドルシュートが来た。手元の時計は26分を経過しています。3対0日本リード。ここまでは日本の余裕のある戦いが続いてきています。そうですね、今日はしかし中盤の組み合わせが変わっています。柏木を真ん中にしています。右に岡崎、左にそして香川です。今また香川がトップ下のいわゆる位置に入ってきました。オフサイドは、オフサイドなし、中へ、サウジアラビアのチャンスか、ミドルシュートのコースが開くのかどうか。日本はここは人数をかけて守っている、囲む、岡崎も戻ってきている。シュートらしいシュートが来ましたが、ブロックに入りました日本。17番のジャーセムのミドルシュート、3点差を追う形のサウジアラビア、日本3点をリード。8分に岡崎、13分にも岡崎、19分には前田、3対0と日本が余裕のある展開。ミドルシュートを打ってきました。リードしている流れは大きくチーム全体が動いてきました、はい、成長した部分だと思います。あの吉田の最後ヘディングシュートが決まった、あれによってね、相手に2点与えなかったことが大きかったわけですね、さあ動き出す香川だ、スペースがある、あ、強くヒットしなかった。香川にいくつかチャンスがあります。カタール、ドーハのカタール競技場でシリアとヨルダンが戦っています。日本がこのまま終わりますと勝ち点7になります。ヨルダンとシリアは前半途中同点という情報でした。したがってヨルダン勝ち点5、シリアは勝ち点4。このまま終わりますと日本がトップ、ヨルダンが2位ということになってきます。中へ、前田今日2点目、右からのクロスでした。後半の6分、4対0、4点差がつきました。いや、前田待望の2得点、いやこれは大きいですね。そしてまあ前田の特徴でゴール前のワンタッチシュート、はいはい、ここを追い越してきた井ノ原、ワンタッチで入れてきた、このまたゴール前もワンタッチと、このくらいのスピード感がないとなかなか点にならないということですね、はい、まあ、良さが出たんじゃないでしょうか。後半の6分、4対0、効果的なですね、この井ノ原のオーバーラップっていうとも光りましたね、はい、やはり追い越した選手がワンタッチでクロスいるような状況だと中がこう構える時間がないんで、こういうゴールにつながりやすいですよね。南へ30分ほど南下したところにありますこのスタジアムです。
依然として雨が落ちています。本当にカタールでは珍しいことです。日中の気温は23度から25度くらい、暑い日には子供が海岸で泳いでいる姿が見えます。最低気温は15度から17度くらい。ミドルシュート、こぼれる、もう一度生かす、ダイレクトつなぐプレーになりました。10番のシェルフ、21日にカタール戦、その後勝ち進みますと25日に準決勝というふうにスケジュールがまたタイトになって、はい、そしてノックアウト方式になってくれば一発勝負でゲームも激しくなってきます、はい、ここからが本当の自力、チーム力というのは問われますよね、はい、うまいサッカーすることじゃないんですよね。もう体も疲れが出てきますし、でもそれはワールドカップも一緒なんですね。そうですね。前田サイドを見る、開ける、カシオニアいるが、うん、細かいところだ、岡崎ハットトリック、素晴らしい。後半35分岡崎ハットトリック。まあ、このバイタルからペナルティエリアの中の組み立て、崩しの質、岡崎の判断、そしてパスを出して走った前田の素晴らしさ、ここですね。これでディフェンスが引っ張られるわけですよね。パス&ゴーしたんで、ここが重要な点だと思いますよ。ここで走る、ディフェンスが少し躊躇する、そして岡崎が逆をついた、前田のアクションによってディフェンスがリアクションしせざるを得ない、素晴らしいですね。素晴らしいゴール、素晴らしい連携です。岡崎先発でハットトリック、前半2得点、後半チームの5点目。本田が準備しています。本田拓也です。中盤の選手を入れようとしています。まあ、点差がついているにもかかわらず、はい、おそらく怪我人のことも考えながら最後の最後までなかなか、おっとそのままシュートだ、よく防いだ、よく防ぎました西川。蹴ったのは10番のシェルフーブ。いや、一つ一つのプレー見るとこういう怖さありますね、やっぱりサウジアラビア。いいコースに入ってます。完璧なコースだったと思います。30歳のベテランのキック、はい、いやよく防ぎました西川。岡崎チーム5点目は後半の35分でした。岡崎ハットトリック、左からのコーナー、柏木が入れて中へ、クリアです。いや、岩政でしょうか。岩政でしたね。もう一度岩政のところへ。岩政本人からするともう、もらったという感じのプレーだったんじゃないでしょうか、はい。柏木ミドルシュート、キーパーのセービングです。まあ、こういう意外性、技術の高さがこの人の持ち味だと思うんで、はい、まあ、柏木にとっては残り時間が少なくなってしまったというようなイメージかも分かりませんね。逆サイドからのコーナーになります。柏木が入れます。岡崎のプレー見ると、まだ俺は点が取りたいという感じの動きに見えますね。今ラインとの駆け引きをしています。サウジアラビアがもう一人選手の交代、3人目の交代の準備をしています。ディフェンスの4番のムンタシャリが準備しています。香川、空いているスペースをよく見ていた。柏木浮かせる。イメージは逆のサイドネットだったんでしょうか、はい、柏木はまだまだアピールしたいという気持ちが出てますね。このプレー今日は本田の、まあ、そういうチームとアウェーの中でやれますからね、楽しみです。試合終了、日本完勝、5対0、西アジアの雄サウジアラビアを下しました。岡崎ハットトリック、前田2得点、一番いい形で決勝トーナメントに入ります日本です。